はい、こんにちは。レトスノーノです。10月試験だった方、試験の結果はいかがでしたでしょうかえ落ちていた方は悔しい気持ちでいっぱいなはずです。えー、落ち込んで、えー、自信を失うこともあると思います。でも、えー、パナソニックの創業者である松下幸之助さんはこのように言っています。失敗の原因を素直に認識し、これは非常に良い,い体験だった、尊い教訓になった、というところまで心を開く人は、後日進歩し成長する人だと思います。 失敗したところでやめるから失敗になる。成功するまで続けたらそれは成功になるとも言ってます。ここまで頑張ってきたのだから、ここで諦めるのはもったいないです。まだ試験日まで10ヶ月もあると思っているかもしれませんが、実際に過去問10年分を7月の末までに3回復習する計画を立ててみてください。これまで合格していった受講師様を見ると、最低3回は理解学習を使って復習をしています。 来年合格するために、一日、どれだけの勉強をしなければいけないと思いますか過去問10年分っていうのは、50問かける10年分なので、500問ありますね。で、1問あたり4選択肢あるので、選択肢ベースで考えると、500問かける4で5、40 20、2000問になりますね。で、これを3回行うので、6000問、1問1等ベースで、6000問解かなきゃいけないということになります。 ま、これを仮にですね、もう過ぎちゃったんですけども、12月1日から7月の末まで、この8ヶ月間ですね、まあ、約240日です。この240日で6000問を行うとすると、1日あたり25問も勉強しないといけない計算になるんですね。この勉強量を見てどう思いますかほとんどの方が感覚的に、まだ勉強は始めなくて大丈夫だろう。まあ、このように思ってるんですね。でも実際のところは、あまり大丈夫じゃないんですよ。 今すぐ始めないと、この1日あたりの勉強量が30問とかになったりするんですよね。だから、1日の勉強量増えちゃうので、後で辛くなっちゃうんですよ。だからこそ、今すぐ始めるっていうことが重要なんですね。まあ、もちろん12月は忙しいのは重々承知です。それでも少しずつ始めることが重要です。今から理解学習を実践すれば、来年合格していただく自信はございます。ぜひ一緒に勉強して、来年絶対合格しましょう。個別指導でお待ちしております。 個別指導については動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認ください。では12月6日の3問に入ります。AB 間で土地の売買契約をした。期日になっても、買い主 A は売り主 B に対して代金を支払わないため、売り主 B も期日に土地の引き渡しをしませんでした。この場合、代金を支払わなかった A、買い主 A は履行地帯となる。丸かツかという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。A の代金支払い債務と B の土地の引き渡し債務。これは同時利行の関係になっています。つまり、飼い主 A は同時利行の公弁権があるため、利行期を経過しても利行地帯の責任は生じません。したがって×なんですね。で、 同時履行の公弁権、同時履行の関係、これどういったものか、これイメージするとすごく簡単なんですね。あなたがスーパーで商品を買うとします。その場合、お金を払って商品を受け取りますよね。あなたがお金を払う行為と、スーパーが商品を引き渡す行為というのは同時に行われます。つまり、あなたがお金を払わなければ、スーパーは商品を引き渡しませんよって主張することができるんですね。 このスーパーの引き渡さない権利、商品を引き渡さない権利を同時利行の公弁権と言います。で、今回の問題もこれと同様なんですね。売り主 B が期日になっても土地の引き渡しをしなかったということなので、買い主 A さんは代金を支払いませんって主張することができるから、買い主 A は同時利行の公弁権を主張できる。従って、利行地帯にはならないんですね。つまり約束を守っていませんよねって遅れてますよねってならないんですよ。 もし、売り主 B さんが土地の引き渡しをしてしまったとか、別の理由がなければ、買い主 A っていうのは利口地帯になりません。よって答えはツになるということです。で、問い2です。法人の役員のうちに、私文書偽造等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合、当該法人は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。丸か罰かという問題です。 こで答えですね。役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても免許の欠格には当たらないんですねつまり5年を待たずに免許を受けることができます役員とか支店長などの政令使用人政令で定める使用人が宅検業法違反だったりとか暴力行為これによって罰金刑に処せられた場合というのは免許の欠格に該当するんですね したがって、その法人も、刑の執行後5年を経過しなければ、免許を受けることができないです。まあ、しかし、今回っていうのは、宅建業法違反とか暴力行為ではなくて、私文書偽造が原因の罰金刑ですよね。なので、結核には当たらないから、5年を待たずに免許を受けることができる。よって罰になるということになります。で、これ、間違いやすい部分なんで、あの、個別指導では動画を使って解説します。あの、動画を使って、まあ、細かく解説するってことですね。 なので、受講者様は、受講者専用のメールマガからご確認ください。で、問い3ですね。土地区画整理組合が仮勘地を指定した場合において、当該処分によって使用し、または収益することができるもののなくなった従前の宅地については、勘地処分の広告がある日までは、当該宅地の損する市町村がこれを管理する。丸かツかという問題です。答えはツですね。 仮勘地の指定により使用収益することができるものがなくなった従税の宅地っていうのは誰が管理するかというと施工者が管理するんですね仮勘地の指定の効力の発生日から勘地処分の広告がある日までは施工者が管理します今回の問題で言うと土地区画整理組合が施工者なのでこの土地区画整理組合が管理するわけです 市町村が管理するわけではありませんので、罰になるということです。理解学習こそ、達見合格の秘訣です。一緒に理解学習を実践して、来年絶対合格しましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。え個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。